さんアムウェイといえば中島さんじゃないですか。中島さんの名言いきましょうか。これなかなかパンチがある名言ではないかなと思うんですけど。アムウェイのイメージが悪いと言ってるあなたのイメージが悪いと。<laughs> アムウェイのイメージが悪いと言ってるあなたのイメージが悪いよと。<laughs> なかなかいいセリフなんじゃないですか。うーん。そう。まあ、これ、的をついてるかもしれないですね。うーん。 ま、結局自分次第なんで。うん。自分が選んで自分がやるかやらないかじゃないですか。で、中島さんはアメを選んで、アメがいいと思ってアメをやあの広めた。ただそれだけなんですよね。ただそれだけで。<laughs> うん。あの、ま、いろいろね、えー、言う人がいますけども、 僕は、ま、ネットすみません。僕はネットビジネスやってるので、ネットビジネスいいよって言うまでですね。だから、ネットビジネスのイメージが、だからこの中島さんの言葉を借りるんだったら、ネットビジネスが怪しいと思っているあなたが怪しいというね <laughs>。じゃああなたはネットビジネスが怪しいと思っているあなたはネットを使わないんですかみたいなね。なんかネット見てるじゃないですかと。てか、その今の僕のセリフをネットを通して聞いてるでしょ。YouTube 通して聞いてるでしょ、と。どういうことやね、と。 怪しいと思ってるネットを使ってるじゃないかと。<laughs> で、怪しいと思ってるやつの話を聞いてるじゃないかというね。<laughs> なんで怪しいと思う、こいつは怪しいなと思いながら動画見てんだと。<laughs> <laughs> まあ、あ,あ言えばこういうなんですけどね。はい、いってらっしゃい。